はい、ちょっと今回は別のことやってみましょうかね。それがこっちなんですけど、この集積場、埋め立て地がね、ちょっと満タンになってしまってるのはあちこち見られるので、これをなんとかしてみたいと思います。まずやることは、他の施設へ排出。とにかくこれを押します。で、隣のね、埋め立て地に運ぶだけになっちゃうのかなっていう気もするんですが、できればね、近場にね、ちょっとこういうのをね、立てておいて、なるべくここに来てくんねえかななんて思っております。あ、まあ一個消えちゃったけど、1個じゃ足りないとは思うけれどもね、ちょっとどうなるかやってみたいと思います。で、じゃあ、あちこちの集積場パニックにしたいと思います。あら、墓地もいっぱいだった。で、ここら辺なんかもね、どっかに集積場を作ってね、やっていきましょう。はい、今回はここど真ん中埋めていきたいと思います。本来だったらね、ちょっと森のね、あるね、木々が生えたいい場所なんですけどね。まあ、その代わりこっち側はもうこんなになってるけど、あそこ周回してるけど、あそこ欲しいよね、やっぱりね。ね、あそこのエリア欲しいな。なんかぐるぐる船回ってるけれど なんか楽しそうだな、あそこ。本当はね、あそこ行きたかったんだけどね。エリアこんだけしか取れないとは思わなかったな。よし、じゃあ今回は、一応ここ、今画面に映っているここをやりたいんですが、ちょっと上下にね、分かれちゃってるんですが、ここは2つ、一緒にね、混ぜていきたいと思います。分けてんだっけ？ここはここでね、やっぱり、どうしようかな。一応つなぐけれど、ここはここで独立したいし、ここはここで独立したいね。まあちょっと難しいけれども、それでやっていきましょう。じゃあまずは、マグの大好きなバスレーンで囲む。ね、もう、もはやおなじみの感じになってますけれども。そうなってくると、これ地べた走ってんの邪魔だね。邪魔くせえな。向こう側に行けないじゃないか。じゃあ、向こう側に行きたいんで、ここら辺かな。ここら辺から、ドン。まあ、こういうふうにね、抜け道をちょっと作っておきましょう。で、こんな感じか。あ、いい感じじゃないですか。いい感じじゃないですか。で、こうかな。これ下通れる？通れるみたいですね。見事ですよ。ちょっと斜めってんの嫌だけど。あ、なるほど。これ通れんのか。じゃあ、そんなに苦労はしないかな。ただ、ぐるっと外周回りてえな。やべ。うまい感じで作れませんな。こうなっちゃうか。さらにまたこれ、つなげる？をまたさらにつなげる。いけそうですね。ちょっと今回雑だな、作りが まあ、雑なのもマグらしいということでね。そう？ね、ここもあえての和グリーンですよ。
ね、なんと無駄な作り方でしょうか。これが私の街だ。ちょっとこっちなんか繋がる場所がないんで 急に飽きちゃったのかな ね、本当に飽きちゃったのかな。もうこんな感じですかね。あ、でもこれだったらここも繋げることもできるんだ。そうですね、ここも繋げちゃいます。ねえ、まだ思い立ったかのように丸くして何これねえ、本当に何を表してるんだかわからないですけれども、まあ、頑張ってやっていきましょう。ここもつながるかな。十字路好きなんだよね。本当あんまり良くない。あ、どういうこと、どういうこと、こういうことか。本当ね、渋滞しちゃうから十字路は良くないみたいなことをね、よく書いてあるんですが、知ったことじゃないということで、ね、これがまあ大元の道路になるのか、大きい道路になるのかな。ここからまた道路を細かく作っていきたいと思います。もうこんな風に引いちゃったから選手の名前をここに入れるってことができなくなりましたね。無理やり入れてきます。無理だな。うん、諦めよう。あ、でもなんかここら辺 G 近いな。頑張ってみる、頑張ってみる、頑張ってみましょうか。じゃあまた字でね、作っていきましょう。あ、こっち近づくと結構音大きいんだね、これね。で結構ギリギリ、あ、結構、あ、あれ、今ちょっと重なるところ見たかったな。結構上下に高さあった？なんか今ぶつかりそうだったけどね。まあぶつかりそうでもぶつからないのがこのゲームなんで、まあほっときましょう。あ、そういえばこれ駅って結構利用してんの ?427 人。59人乗ってる。うわ、なんかめっちゃ人降りてきた。うわ、でも地下鉄はやべえな。274人。これみんなどこ行くの？みんな電車乗るの？あ、ほとんど電車に乗るんだ。あ、今電車行っちゃったよ。うわ、これはすごいっすね。で、ここ、わらわらと。うわ、わらわらと出てきましたね。いや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 、なるほどなるほど。意外と電車、地下鉄、そして電車、このようにね、やっぱり利用者は多いんでね。この利用者がさらに増えますよ。じゃあまたいつものようにやっていきましょう。ここがね、ちょっといい感じなんで、いい感じなんでね、ちょっとやっていきましょうかね。字に見える字に見えるかな、どうかな、ね、また相変わらずやってきますよ。変なの、変なこと、変なことしかやってないけれど、変なことやってきますよ。いや、ここ難しいな、どうしようかな。あ、まあいいか、どうせあれだもんね、あの字すぐ潰しちゃうんだもん、いつもね。何時かな？うん、くいく？うまく使えればいいけどね、このネジがね、ほとんど使えないんだよな。大丈夫かね、本当にね。大丈夫かどうかは問題ではない。あの、俺ね、貫通できないんだよね、道路をね。貫通できないから、おー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 おお、わかるかな、もうネタバレ
はい、というわけで今回はこの土地、どういう感じでしょうかね。南米風にします？どうやって、海もねえのにどうやって南米風にすればいいんだかわからないけれども、まあ、南米風にしていきましょうかね。はい、この道路はね自然とこれから消えていってしまう運命にあるんでね。さあ普通に道路作っていきましょう。今度はね、ふざけないで、ふざけてたの今まで。さあこれどうやってこうかね。バスレーンでいつもくくるってのはやったけれど、どうつないでいきましょうかね。あとはもう細かいのでいきますか。ただここはどうしてこうか、なんかねやっぱりカーニバル的な感じだもんね。ってことはやっぱり娯楽？観光？どっちになるんですかね。でもこっちも娯楽なのにこっちも娯楽にしちゃう？でもね観光する場所っていうほどのものはあんまりないから、じゃ あどうしよう。でもそっか、地区が分かれちゃうからやっぱ観光にするか。はい、もはや面影はなく、残念ながらね、仮岡の字はもう消えてしまいましたね。そして相変わらず変な道路を建てるんだマグはね。まあしょうがない。はい、じゃあね今回はやっていきたいのがまだあって、実はですねモニュメントのこちら、ハドロン衝突型加速器、本来はこれをここにねドバーンとこう置きたかったんですけども、どうでしょうかね。最終回までにこれ開かないで終わっちゃいそうですね。ちょっと残念ですけど、なんとかね最終回を前にちょっと一回遊ぼうかなと、もしくは番外編でね無理やり作るかもしれません。で今ちょうど開いてるのってある？例えばあ、まあ、これぐらいよね多分最後に、小学校をいっぱい作って無理やりねこれを開くっていう回をまた催すると思います。でもう一つこれが一番難しいね、建設した産業区域今2万なんだけど圧倒的に足りない、あと1万ですか。ちょっとねこれは厳しいかな。後々ちょっとね産業区域増やします。どっかちょっと改めてねいろいろ全部 見定めてみて、ちょっとなんか空いてる場所があるんだったらそこ全部工場にしちゃうとかなんかやってみますかね。これだけやって工場できなかったのはもう残念としか言いようがないんでね、これはもうできない。諦める。でとうとうカジノができました。カジノにはギャンブルで運試しをしたい大人のための様々な遊戯が揃っています。またコメディやコンサートなどのライブイベントも開催されているということでね、もともとエジムンドに作る予定だったこのカジノなんですが、どっか別のところに作りましょうかね。で今マグのところで娯楽って多分ここかな、まあ、ウーゴが一番娯楽だというけど、モノレール駅で火災が発生しましたよ。大丈夫ですか？これですね。ちょっと見ますか、しばらく。モノレール駅燃えてるけど。早く来て、消防車早く来て。ざっと見てもいないけど。誰が向かってるんでしょうか、このモノレール駅に。さあ、向かっている消防車はいるんでしょうか。これみたいですね。さあ早く間に合え、さあ早く間に合え、遠くね。あーでももう来たじゃん。ああよかったよかった、ね、モノレール駅が燃えてるもんね。でもそれでもねモノレール駅は止まりに来るんだこうやって。ちゃんとまだ動いてるんだね。普通にお客さん止めたけど大丈夫なのこれ。5人ほど乗ってたけど。
なかなか消えないですね。1台じゃ足りない？あ、もう1台来た。あ、これで大丈夫だね。2台体制でいよいよ本格、あ、2台来たら一瞬で消えた。まあこれで大丈夫みたいです。はい、じゃあちょっとしたサプライズということで。で、カジノ、カジノだよ、カジノ。同じカジでもさ、ちょっと違うじゃない、これは。どこ行こうか、やっぱり。ちょっと、いっぱい人が来てくれる方がいいよね。やっぱり、当初の予定通りエジムンドに建てる？ここに建てられるかな？でっかくね。いや、この跡地はないわ。これはないわ。こんなの予定してないわ。じゃあどうしよっかな。じゃあ、ここに建てるしかないか。これ、こんなでかいとは思わなかったな。ウーゴにも場所ないよね。じゃあ、最終回のこの地に変更しましょう。ちょっとこれでかすぎるわ。じゃあ、カジノは、保留ということで。で、次はポッシュモール。おしゃれな人のための、おしゃれな人のおしゃれな人によるおしゃれな人のためのモールです。これはやっぱり、俺ここをどうしたいんだっけ。下の方が工場街なんだけど、今回はちょっと互い違いにしたいんで、上を工場にして下を住宅街にしたいから、おしゃれな人のポッシュモールをここに建てるか。駅から駅地下の方がいいよね。で、ここら辺にそのハドロン衝突型なんちゃらを置くので、ちょっと離れたところにしようかな。あ、でもどうすんならバス停こっち側にあるんだね。あ、全然バス停ないけれども、まあいいか。でん、こんな感じですかね。どうしようかな。また相変わらず。マグがよくやる手法ですよね。なんか一マスもったいないことしてる気するけど。まあいいか。はい、これがポッシュモールだそうです。おしゃれですね。で、これで終わりかな。あとなんかまだ建てれるのある。あったー。ヒット作を量産する世界に名だたるゲーム会社。コロッサルオーダー本社ビルだそうです。ゲーム会社なんでね。これは逆にこっち側にちょっと据えておこうかな。これで、あと他はもうない。あと2つほどなんかあるんだよね。じゃあそれはちょっと近いところに置きたいから。じゃあここにしよう。でかくね？さっきからいちいちでかくね？どうしよう、こんな場所用意してないよ。しょうがないな。じゃあまた壊すしかないじゃないの。いやいや、ゲーム会社でしょ？おいしょ。本当に世界に名だたるゲーム会社さんみたいですね。こんなでかい。ね。ちょっと2つ開けちゃいましたけど。なんかムカつく作り方。まあいいか。
というわけでゲーム会社だそうです。でかくねこのゲーム会社、何考えてんの本当に。でなんかねそれに近しい名前のものがあるのであえてね近場に作っちゃいましょうかね。どうしよっか、どうせならつなぎたいな一緒に。これかな、これだ、ソフトウェア開発スタジオ。これもね、つく、でかくね。またこれ隣に、あ隣に行けるんだ。じゃあ隣に入りなさい。いやこれはすごいじゃない、ほら並んでね、いい感じになった、いい感じになった。はい、でさらにここら辺になんかねもう一個でっかいのがあるんだけど、これもまだ作ってないみたいなんでちょっとここら辺建てちゃおうかな。あ真ん中になんかあるのか、超目立つ建物真ん中にドカンとこう行きたいですね。これなんですがこういう感じ、こんな感じですか。はい、なんかすごい高さっていうと結構な高さですよね。どこから見ても目立つそんな建物をねちょっと建てさせていただきました。ただこれはねあの他のものと違って、まあ、何の足しにもならないんだけど、ちょっとね建物は高すぎて邪魔くさいですね。おお、びっくりした。いきなりギュンギュンってならないで、ギュンって。はい、こうやってね、ぐるっと回ったら、下の階の人たち、邪魔くさがないかな。ね。ちょっとね、交通には不便な感じに仕上がりましたよ。こんな感じかな。これでほら全部くっついた、ほらいいねいいね。あこれでね観光の都市としてはやっぱり特殊施設の一つや二つないとやっぱね箔がつかないというかね、なんかね。よしじゃあ色塗りまたやっていきたいんですが、これはちょっと残り時間的に難しいので、じゃあここは全面カットします。はい、じゃあカット。一応撮りますね。はい、あ今ちょうどニョキニョキタイムになっておりますね。有限会社ガーメント、わあ邪魔、え何これ、インターコンチネンタルホテル、あそっか観光にしてるからね、あのホテルとかねそういうのがいっぱいできると思うんで、そうなるとやっぱりちょっとね景観を損なうかもしれませんけれど、あなんかちょっとまあカクカクったな。ああ、オートセーブか。はい、というわけで、こちらの施設全部終わりました。で、ちょっとね、できるかどうかわかんないけど、ハドロンができたらここに建てるつもりです。なんか全然南米っぽくはない感じに仕上がりましたけれども、まあもうこの際しょうがないですね。
はい、では地区を設定していきたいと思います。もうね、最初にね、あのカタカナが出たからね。ただもともとはセンターバックとして来たんですよね。本来はね、与那城ジョージが売りでね来たんですよね。ダメだねこれ。全部一気に行きますか。だったんでね、本来はね、あのセンターバックとして獲得した選手だったんですが、わかるこれ意味。ラモスかカリオカカルナバルになっておりますけれども、あーこの開業ムカつく、一文字ムカつく。まあしょうがない。はい、というわけでやっぱりね、ここまでやってきた中でね、今までずっと出てこなかったのがおかしいですもんね。というわけで、国籍は日本国籍でございますし、日本代表でバリバリ活躍しました。まあ、ベルディといえばこの人の名前が出てくる人も多いでしょう。というわけで最終回を前にとうとう出てきましたね、ラモスの名前を出させていただきます。ラモス・ルイ選手でございます。まあどっちかというとね、カリオカって呼ばれることの方が多いですよね。リオッコとかそういう意味ですけれど、やっぱね、エジムンドのせいでね、カーニバルで帰っちゃうイメージがありますけど、ラモスにはあんまりそんなイメージなかったかな。で、まあ元々はセンターバックとして来たんですけどもね、徐々にポジションを上げボランチになりトップ下になっていったと。で、読売時代はフォワードもやってたのかな。なのでゴールキーパー以外はまあ きっとどこでもできるんでしょうね。てか多分どこでもやりたい人だと思うし。はい、というわけでさあ、もういよいよ助っ人外国人の名前はもう出尽くしたんじゃないでしょうか。まあ出てこなかった人もいるわけだけど。ね、もうその選手たちはもうしょうがないということで。はい、というわけでね、ちょっとまだね、いろんなところできてないですけど、いよいよ最終回が目前に迫ってきておりますが、最終回の土地が結構でけえな、2回に分かれるかもな。で、ちょうど今あれから1年経ちましたね。地区じゃないや、何で設定したんだっけ、経済、はい、こちらで設定しました。商業、産業、オフィス、これを 10% 要は減税して、いっぱい建ててもらおうっていう企画だったんですね。それを1年間やってみました。で、1箇所ずつ見ていきましょうかね。上から見てみると分かるんですけども、思ってるよりね、空いてないんですよね。まあ、空いてるところもあるけれど、やっぱりね、減税したらね、埋まりましたね。埋まってないところもありますけど。ここは普通に需要がねえな。ここはちょっとなんか頑張ろう。で、あのカピトンのね、あの森林なんかはもう全部埋まりましたね。分かりにくいけど、これ全部埋まってるんです。埋まってなさそうに見えるところもね、あるんです。ほらあるんです。で、ここら辺の工業もね、埋まってないように見えて、埋まってるんです。なのでね、今までちょっとスカスカだったところはね、埋まりましたね。なので、やっぱり減税の効果はあったと思っております。そして、これで見ると分かるのかな、マイルストーン。で、特殊施設をね、いっぱい作れっていうのがあって、これですよね。これが、建設した産業区域が2万1000までいったので、これやる前は1万7000とかだったかな。だから一応一定の効果はあったと思ってます。いいんじゃないでしょうか。ただ、収益に関しては、6万8000プラスがあったのが半分まで減っちゃいましたね。やっぱり、お金に余裕がある時にこれをやってね、一気にちょっと増やすっていうのがいいのかもしれませんね。はい、というわけで、あ、なんかもうでもね、廃墟も増えちゃったね。一気にできたからかな、建物がね。はい、というわけで、じゃあ今回はこの辺にしたいと思います。さあ、いよいよもう終わりが見えてきましたよ。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。さあ、もうここはもうね、ネタは決まってるんでね、あれを作りますよ、あれを。